はい、どうも、こんにちは、のーです。さあ、今回はですね、はい、これね、ベジータズノの超フルパワーサイジン4限界突破を再び使っていこうと思います。さあ、これ、2日目ぐらいに出したプレイ動画だと、悟空ゼノとタッグで、まあ、使った感じなんですが、ちょっと今回ベジータズノ軸というか、はい、ベジータズノをもう完全軸にした感じ。はい、まあ、摩訶不思議と悟空ビアでいただけなんですが、このベジータがさ、まあ、仲間サポーターのパワーを自分に永続で上乗せすると、つまりその仲間サポーターのパワーが高ければ高いほど有利になるっていう感じですね。今回これでちょっと遊んで、サポーターのパワーをガンガン上げてさ、でさらに上げた後にこの摩訶不思議悟空で、4倍、まあ、最大4倍にするわけなので、まあ、計算上30万ぐらいいくんですよこれ。ベジータのパワーが30万40万いくので、ちょそれをねちょっとやりたいなっていう。あー、またビルスだ。ビルスワンキル、ははん。やば、ゴチゴチじゃん。じゃあ父の一枚出しかな、ここは。もうこれしかないね、正直。あ、それか、まあこれでもいいか。あ、でもね、貫通トアがいないから大丈夫じゃないこれ。そうだね、こっちははっちゃんデッキなのでね。あー、強いなー、それ強い強い強い。エナプラス5、ただフィンがいる。最悪、フィンがもうフィンがもうって感じだよね。あー、でも相当パワーも上がったよね。そしてなぜベジータに行く。さあ、押せるのかっていうそこなんだよね、これ結局。最速押せる人と押せない人でマジで差が激しいから、押せない人であればゴッドバードもあんま意味ないんだけど、うん、まあ1回ぐらいならいいけどね、2回3回当たれるとやっぱりきつい。さあ、いいねいいねいいね。でこの時点でベジータのパワー相当上がってると思うんですが、まず、1、2、3、4000、これで4000上がるじゃん。で、はっちゃんでも9000上がってるんだけど、一人頭だから、つまり4000、4000、4000、4000、9000、9000、9000、9000、9000なんだよね。で、悟空 BR はそのはっちゃんとベジータ BR が発動した後に、嘘、発動した後に2倍になるから、そこがいいんだよね。だいたい悟空のパワーが今、1万6000、1万、2万の2倍、4万ぐらい、4万ぐらいありますね。あー、強っ。ただまあ大丈夫でしょう。もうこれ食らったところでね、こっちはもう耐えれば勝ちみたいなところはあるので、まあ今回かなり長期戦にはなると思いますが、あ、やらないんだね。いや、なんとかなる気がする。今回はなんとかなる気がする。貫通とかがいなかったのがマジで救いだね。イーシンロンがちょっと嫌なんだけど、あいつでちょっと3ラウンド記録長ダウン食らうとね、まあ、先行が取れないので、そこをうまく耐えて4ラウンド目の先行で勝ちっていうのがちょっと理想かな。いや、すごいね、色がすごいよこれ。ロゼみたいな、ロゼでもないか、なんか独特だよねこの超フルパワー。さあ、ガバキー、ガバガバ。この携帯の色、木の色はマジで独特。稲妻走ってるしね、まあ、身勝手の稲妻みたいなやつが走ってる。うわ、マジであの開き方はないね。ちょっと久々にあんな開いたわ。ちょっとここ攻めますね、ここ攻めます。とりあえず時々を取っておきたかった。うん、まあ相手に時々次で取られるのも嫌だったので、とりあえずここはもう無理やり時々玉をレベルマックスにして、まあパワー上げながら、まあこれで守って、でまあはっちゃんでね、相当ガードが上がってるので、正直まあここまで上げちゃえばビルスもね食らって5000ぐらいだと思うから、あ、かっこいいな、多分耐えられると思うんだよね。あ、まあ固定はきついけど、さあロックオンやるかーって思ったけど、これ意味ないよね。あ、意味ない、技ダメージ 50% ダウンだ、だから倍増向こうのビルスには意味ないね、おそらく。さ
さ、じゃあここでもうちょっとダブルアタックとかね全部やっちゃいましょう。でこれとかも何気にタワーガード5000ダウンだし、これも受けるダメージ半分だし、あーやっちゃいましょうか。これもうね倒せはしないと思うんだよな。じゃあビルスも言うてガード今高いのでね、倒せるかと言われると結構きつい。さあミラクル出ろあーでも意外と入ってるね。あーいいじゃん。さあ普通に決まったけど、あ、いっちゃうかもしれないこれ。え、なんか意外とダメージ入ってる。あれかな、まだ9000しか上がってないから、あ、全然いけるじゃん。あ、いけるいけるいける。あー強っ喉がおかしくなるあー強い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 。え、まだこれ上がってないかね、パワー30% すら上がってないのに強っ。さあ、はっちゃんタックルからの残り3100、いきましたね。これはいきましたね。ダブルがあるからいったねこれ。はい、それかい。しかもベジータ止めるんかい。どんだけだよ、運悪すぎでしょ7分の1を引くっていうのがまたやばいよね。最近のキャラクターをこう引き立たせようとせっかくデッキを組んでるのに、そのキャラが必ずフリーズとかカウンターラッシュで止められるっていう事案が発生してるんですよ。はい、まあ何はともあれ行きましたね。あ、珍しい。ゴジータ BR いんの？やばい。あ、それはやばすぎる。ゴジータ BR がいる。ガードが消される。やばい、イテツが波動される。あー、マジか。ちょっとこれは相性はまあきついけど、あのゴジータさえ気をつければ大丈夫。そうだね、ゴジータだけ気をつけましょう。あ、でもパラガスでエナジー増やしてくれるのはありがたいね。で、まあブロリーがシークレットのクライマックスチェンジだと思うんだよな。で、メチカブラがエナジー破壊だと思う。で、ダーブラが灼熱。なるほど。ああいいね、いいダメージだ。あ、強い強い、ベジータが強い。あー、やっぱダメだ。今日のチャージの最速率がゴミ。また7000クイック。7000クイック多いね。 65% じゃ先行取られないもん。あ、違う、何それ。あー、ハーツアプリだ、ハーツアプリ。いや、大丈夫でしょう。あれであれば多分大丈夫だと思う。で、先行取って、あ、惜しいね。でも5万ってやばいな。若干抑えましょうか。嘘、やっぱあれか、 UR のゴジータか。まあそうだよね、エリートタイプのゴジータビルなんてあれぐらいだよね。あー、なるほどね。じゃあさっきのはフェイクという感じで、あ、いいね、これはいい。さあ、でここなんですけど、悟空が極限中なんですよね。あれがきついんだよな。あー、やばい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 、あー、やばい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 ってやばいってガード無効だよね。あ、やばいな。あー、そっか、メッチで最速でも一応入ったけど、これ多分ね1000ぐらいしか入らないんだよね。極限でしょだって。あー、ダメだ。うわー、もったいないな、これこれもったいないな。
でも意外と入ったで。あ、じゃあ1万7000ダメージってこと？それは強いね。一応全部やりますね、これ1万6000なんで、ワンチャン削れる気がする。ほら、強い、意外と強い。え、行く？え、待って、わかんない、行くかも。で、これが確か極限貫通なんですよ。つまり、この2人が倍増効果9割減でもそのままのダメージが通せる。あとはパワー依存かがちょっとわからない。いやわかんない、行け、5000円ぐらい入れ。いや、もう1万ダメージ。あ、全然入んねえ、全然入んねえや。あー、どうしようかな。これ万が一悟空亀裂した場合に備えて、これでいこうかな。パワー高いし、そうだね、リスク分散しよう。ここはで、これも結構入ると思うんですよね。だってパワー今10万ぐらいでしょ。ベジータも言うて上がってる。さあどうか。おお、強い。あー、ダブル龍拳が弱かった。しかもこれハッチャンに入る気がする。ハッチャンに入ったら終わるんだけど。あ、おお、来た、これ来た。あ、そっか、超アビリティが重複してるからベジータが発動してない。これ来たでしょ。言うてでも強いんだよな、ガード無効だからさ。ほら、強いんだよこれ、パワー関係ないもんこれ。強っ、マジで。強いなそれ。よっしゃ、ゴジータは発動しないけど、よし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 。うわ、分かんなくなってきたな、これ分かんなくなってきたね。あー、よいしょ。頼むからマジで、ハッちゃんだけはやめてね。ハッちゃん以外ブロリーは大丈夫だよね。ブロリーは多分ベジータに行くけど、これゴジータがハッちゃんに来たらちょっと終わるね。絶対終わるってこれ。やばいやばいやばい、マジでそれだけは勘弁してほしい。よし、あれ、ベジータじゃないの？ちょっとよくわかんない、ブロリー。あ、悟空の方がパワー高かったんだ。あー、なるほどね。あー、食らうと。え、でもさ、2倍でもパワーマイナスでしょ。え、1、2、3、4。え、あ、待って、意外とでも入ってるね。あ、意外と入ってる。嘘、強くない？強いな。よし、はっちゃんはとりあえず入らなかったけど、まだわからないね、まだわからない。いや、これは防いだでしょ。よし、よし、おー、強い、意外と入った。よし、さあついにここまで来た。危なかった、ゴジータがあれだったら終わってたな。あれ、スキャン順がね、ブロリーよりゴジータだったら終わってましたね。あー、すごいな、11万。マジか、11万も出る。さすがにこれは先行でしょ。でもこれがちょっとね、エナジーダウンめんどくさいんですけど、まあもう関係ないね、ここまで来たら関係ない。さあ、時々もきっちりもらって、あー、いいね、いいね。だ、これさ、マカシキ悟空と BR 悟空の相性が良すぎるね。うん、完全に相性が良すぎる。だとこれ記録全回復あるので、まあこのね、気絶させたくない悟空 BR とかと組むと結構相性がいいっていうのもちょっと今回分かりましたね。まあ、もっと言ったら、あの気絶向こうのダブル龍拳とかもありますけどね、悟空ゼノン。あー、いった、よっしゃ、終わった。いやー、結構長期戦だったね。いやー、長かった長かった。
はい、まあまあ本当2ラウンドの極限アプリで結構狂わされた感はありますが、ハーツで取れるんですけど、あれの上位互換、上位互換のスターカリスマモードで取れるアプリもあって、3人の与えるダメージちょうだいみたいなね。であそこら辺もマジで必須級というか、もう今の環境めっちゃ強いので、そうだね、あれも入れておくことをお勧めします。はい、次のバトルも楽しみだという感じでね、かっこいいな、オーラが光っててかっこいいな、なんか粒子みたいなのがいいよ、ね、稲妻っていうのかな、白い稲妻個人的に好きですね。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。